まずは三好市観光協会で詳しい話を聞くことにしました。こんにちは。どうも。いやもう絶対花火の人っすやん。 T シャツ絶対花火担当してる人じゃないですか、ね、ちょっとピチピチしてるでしょ。もう気合が入って T シャツに花火が、なんか今回今年はぜひ近藤さんのお宅を流しながら早打ち花火を打ち上げたいという依頼をいただいたみたいで、そうなんです。ダメ元でねちょっと声かけたら、なんかやってもらえると。いや断るわけないじゃんか。でこれですよね、ちなみに。そうなんですよ。ちょ見ていいですか、これちなみに、何年ぐらいやってる花火大会。もう28回目。これね、花火業者さんからねいただいたんです。すごい。これ中火薬入ってないよ。もちろんね。ボディパック。ちょっとこれ市内のねショッピングセンターとかいろんなところに置いて、あの協力してもらって今ちょっとずつ。すごい花火玉。花火玉。何でしたっけ。これはあれ絶対こういう流れよ。うわー、びっくりした。撫でる方もびっくりするよ、ね、市民の募金をはじめみんなの協力で行われる花火大会。今夏さんは前回三好を旅した時に歌った憧れモーメントという曲を花火大会で披露します。